どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、今月のウクレレ再販売と予約受付のお知らせをさせていただきます。今回ですね、皆さんにビッグのお知らせがあるんですけど、ニューモデルが加わります。これちょっと、じっくり紹介しようと思うんですけど、その前に皆さん、お伝えしていただいておりますよ、2022年2年ぶりのガズレレイベント、この予定なんですけど、全会場ありがとうございます。チケット完売ソールドアウトになりました。これは嬉しいことでございます。皆さん、ライブハウスでお会いできる方、もりもり盛り上がっていきましょう。ちょっと今回無理だったという方も、またね、計画してますんでね、またどこかでガズさんと一緒にワイワイ盛り上がりましょう。よろしくお願いします。さあさあ、じゃあ、ウクレレのね、販売と予約の再開のお知らせなんですけど、はい。まず日程いきます。2022年の8月25日、お昼ちょうどの12時から、ガズレレ公式ホームページ上に、ここにね、リンク貼っておきます。概要欄にも貼っておくけれども、ここでですね、お昼ちょうどから、販売と予約を再開いたします。はい。これがまず1点ですね。ここをチェックしておいてください。で、今回さっきも言ったんですけど、今までのラインナッププラス、今回、新たに、ガズレレ G ラボのウクレレに加わったメンバーがおります。今日はそれを発表しましょう。まず、かっこいいですよ、皆さん。まず見てください。はい。ハードケース付きでございます。このケースがすごくいいんですよ。はい。ケースを開けますね。何が出てくるでしょうか。タラ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 。うわー、すごいんですよ。いきます。はい。ドン。こちらのモデルが今回新しく発売になった、Gラボガズレレのですね、はい。オールブラックモデルというふうに命名しようと思ったんですけど、名前はね、付けました。ブラックビューティーということになっております。見てください。もうカメラが映ってるんですよ、ほら。もうこれね、まあ、つまり、漆黒のね、美しい真っ黒毛なんですよ。で、このトップだけバインディングといって、この縁取りが入っています。こんな風に。はい。ピックアップは、つける、つけない。お選びいただけます。で、ブリッジはいつもの形。ここ見て、これロゼッタって言うんですけど、ここがですね、アバロンガイというすごいゴージャスな貝が使用されており、ヘッドもちっちゃめのヘッドで、ヘッドにもこのバインディングというこういう縁取りが入っていますね。ここの G のマークもアバロンガイというので、あしらっておってですね、このペグはいつも言ってるように、ガズレレ G ラボのウクレレではもうスタンダードなストレートペグなんですけど、これギアが入ってるからね、すごいチューニングしやすいです。はい。このネックにもこの白いバインディングが入っていて、まさにブラックビューティー。ちょっと弾いてみましょうか。いきますよ。これはですね、ガズさん、この、黒いモデルすごくいいなと思ってて、ちょっとかなりね、もう半年1年ぐらい前からこのウクレレを、サンプルをですね、ベトナムにいるウクレレビルダー、モジャ、川上くんとですね、もうすぐ何回もやり取りしてですね、このボディの厚さだとか、このバインディングのこの太さだとか、この音の仕様とか、このヘッドのムードのこの感じだとか、もうずっとやり取りを繰り返して、やっとこのタイミングで皆さんにこの、ウクレレをですね、お届けできることが、決まりましても、本当に嬉しいです。これめちゃくちゃいいですからね。ちなみに、これ今コンサートサイズなんですけど、はい、よく見てくださいね。もちろん、ソプラノサイズもございます。ほら、ちょっとちっちゃい。かわいいでしょ。これですよ、これ。はい。これが、今回ガズレレの、本当、目玉、ニューカマーですね。ブラックビューティーモデル。皆さん覚えておいてください。ガズレレ G ラボの新しいウクレレのモデル名、ブラックビューティーですよ。はい。この、アバロンガイのポジションマークと、このネックの縁取り。これ、バインディングって言いますけどね。素晴らしいでしょ。これはですね、やっぱりまずですね、この塗装がですね、ベトナム一の塗装職人と言われている、スタッフが、Gラブにおりまして、もうすごくいい塗装が施されているのと、やっぱこのね、縁取り、このね、美しさですね、これをぜひ皆さん、体感していただきたいなと思うんですけど、これ、予約注文になるんですけど、これ、納期はですね、10月の下旬発送、ベトナム発送になりますね、そのぐらいちょっとお待ちいただきたいと思います。
ただくんですけど、まずこれ今回、予約注文を受け付けるということ。そしてこのブラックビューティーモデルはですね、木材はですね、トップ材はアカシア、サイドとバックは、サペリマホガニーという木材を使ってて、本当選び抜かれたね、ベトナムのもうとっておきの木材使っております。ちょっと塗装が黒いから木材見えないんで、ちょっとね、みんな心配かもしれないですけれども、ものすごいセレクトされた最高の木材使ってますんで、まあ、もう本当にいい音で弾きやすいですよ。はい。そしてですね、私これ気づいたんですけど、このブラックビューティー、このね、真っ黒のウクレレで何がいいことがあるかというとですね、すごい掃除するんですよ。すごくこうなってるから、目立つっていうのかな、ホコリとかね、こうちょっと触ったりすると、これもちょっと気になるなと思って、すごく綺麗に保てるというのもいい感じだと思います。はい。なんかすごくこうロマンがあるじゃないですか。これはね、すごく新しい感覚のウクレレになるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ぜひ皆さん、このブラックビューティーモデル、よろしくお願いいたします。ちょっとじゃあ、皆さん気になるお値段なんですけど、はい。こちらのソプラノモデルはですね、ピックアップ付きで、9万8000円ということになっています。ピックアップなしだとマイナス3000円。こっちのコンサートサイズはピックアップ付きで11万2800円ということなんで、ピックアップがないモデルご希望だったら11万円ぐらいでね、買える。かなりね、Gラボのウクレレの中ではこの塗装がね、このしっかりこう作り込んであって塗装が、しっかりしてある、ものなのに、かなりリーズナブルな、値段設定になっていると思います。はい。ぜひ皆さん、このブラックビューティーももう本当によく見といてください。はい。これね、さっきも言いましたけど、10月下旬にはベトナムの工場発送するということなんで、皆さんふるってですね、今度ご予約をお願いできればと思います。とにかくもうずっと弾いてるんですよ、僕も来てから。で、これはですね、しばらくもうめちゃお気に入りなんで、いつも使ってるね、この G ラボのガズモデル、これと一緒に、もう、交代番号でね、メインで使っていこうかなと思います。ちょっと次の、今決まってる、さっきお知らせしたガズレレのライブはですね、これをもうね、ステージでもう、使っていこうかなというふうに思っておりますね。このね、この、実際見てもらうと、このね、なんかオーラというか、なかなか素敵ですよ。はい。はい。今回スペシャル、ニュースとしては、このブラックビューティーモデルが、ソプラノコンサートを、はい、ラインナップに追加されたよということでございます。おさらいとなりますけど、一応ね、ラインナップちょっと一応言っときましょう。今も出てきましたけど、はい。はい、これガズモデル。はい、このガズモデルはもういつも使ってるのおなじみですよね。これも最高ですよ、これ。はい。これもいつも皆さん聞き覚えがあるね、もうウクレレだと思うんですけど、これも大好評でね、もう皆さんご注文いただいてます。こっちも10月下旬ベトナム発送になっております。はい。そして、ガズの、わがままウクレレと薄れ。はい。これ、ちょっと待って、いっぱいあるんですよ。これ、わがままウクレレのこれテナーサイズですね。これもすごくいいです。大きいでしょ。これテナーサイズなんですけど、これは分厚いボディのわがままウクレレと、あとはね、こっち。はい。薄レレ。この辺のですね、スタンダードなね、わがままウクレレとか薄レレはですね、即発送できるものもございますんで、これ明日ですね、8月25日、ガズレレ公式ホームページに間にはですね、在庫リストみたいなのがあって、何がどれだけあるかって一目瞭然になってますんで、まずホームページのチェックをお願いします。このね、わがままウクレレシリーズ、薄レレシリーズはもう本当にベストセラー商品、すごくいい商品になってますんでね、おすすめでございます。ぜひ皆さんこれもね、お願いいたします。そしてですね、シンプル簡単バージョンの方で使っている、はい、初めてウクレレ、こちらもですね、もう変わらず、これは、コンサートモデルですけどね、かなりリーズナブルになってますね。これは即発送になっておりますよ。そしてあとガズの手元にはないんですけど、このヴィンテージモデルというね、これもすごいですよ。こちらもとろけるような、もうなんて言うんだろう。とろかしちゃう極上のサウンドを奏でるヴィンテージモデルというのも今回、予約販売で受け付けております。これも10月下旬なんで結構早めだと思います。はい。あとね、セミオーダーっていうのがいつもご案内してるようにありますね。セミオーダーすごくねリーズナブルです。皆さんの お好みに応じて作れるというカスタムできるというねセミオーダーシステム、これがですね大好評なんですけど、こっちはちょっとね時間かかりますね。といっても11月にはもう発送になるんで、こっちはですねちょっとモジャ君といろいろ相談しながら、皆さん作り上げていくっていう感じで、はい、この辺のこともですねホームページにご案内がありますのでぜひご覧になってください。そういうことで一応確認しますと、8月25日のお昼ちょうどです、木曜日ですね、のお昼ちょうどから、Gラボとウクレレの、ウクレレがですね、即発送のものと予約受付というものがあって、公開されますということで、よろしくお願いします。はい、概要欄に貼っておきますからね。そしていつもお伝えさせていただいていることなんですけど、ガズのウクレレたちっていうのは
このウクレレのそもそものこの大きさ、コンサートだよとかで、厚いウクレレだとか薄いウクレレだとか、これテナーサイズだよ、コンサートサイズだよ、ソプラノサイズだよっていう感じでいろいろ選べるようになってるんですけど、このフレットが何フレットまであるかとか、あとこのピックアップがついてるかついてないのかとか、すごいいろんなね、バリエーションを選べるようになってるんですよ。それをですね、以前私がめちゃくちゃ詳しく、公開している動画がありますんで、この後、このぐらいの時間にですね、以前撮った、詳しくどうやって選べるかっていう動画を貼っておきますんで、ぜひともちょっと見ていただければというふうに思います。はい、そういうわけでですね、今ご案内させていただきましたけれども、明日の25日のお昼から、販売と予約再開ですけどね、今回このブラックビューティーモデルをほんとマジ紹介できてね、すごく嬉しいです。これもうね、ほんと気に入っちゃってですね、しばらくこれ、ガズレレ YouTube でもね、また使っていくと思いますんで、どんな感じかちょっと見といてください。ですよこれ、はい、いろんなウクレレ、皆さんのね好みに合うウクレレ、Gラボの中から探していただければ嬉しいかなというふうに思います。そしてですね、ライブに来ていただける方はですね、今度この4箇所今チケットソールドアウトになっちゃってるんですけど、会場でですね Gラボの、ラインナップ試走できるようになってますんで、ぜひちょっとお早めに、各会場オープン6時なんですけどね、18時、1時間とかイベントの最中にもお試しできる時間を設けておりますんで、お楽しみにして試し引きしに来てください。そしてもう一個お知らせがあってですね、この G ラボのウクレレを生み出しているこの G ラボ、新しく YouTube チャンネル立ち上げております。そこでですね、今回新しい動画が立ち上がったんですけど、なんとこのガズさんがですね、今までウクレレに全く触ったこともない美女をですね、ウクレレレッスンしているという企画がスタートしておったりですね、今ウクレレプレゼント期間中ですよ皆さん。今月いっぱいまでなんで、ぜひぜひ応募してください。このガズの初めてウクレレが10本も当たるというね、とんでもないキャンペーンが行われております。そんなこともですね、Gラボ YouTube チャンネルで展開しておりますので、ここにリンクも貼っとくし、概要欄にももちろん貼っとくんで、そっちの方のチェックもよろしくお願いいたします。それではこの後に、Gラボのウクレレたちのどんなね、注文方法とか何が選べるかということを解説している以前の動画を貼っときますので、ご覧になってください。よろしくお願いします。さよならバイバイ。全体のラインナップご紹介していきましょう。まずはですね、こちら、ガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの、初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうね、プレゼントにも最適という、これリーズナブルでとってもいいウクレレ。これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2日中にはこう発送されるというものなんですけど、あとね、これから言うね、このガズの、わがままウクレレシリーズとかウスレレっていうのはちょっと事前予約注文販売になっちゃうんですね。いつもお知らせした通り。これいろいろあるんですよ。まずは、ガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ。はい。これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これソプラノサイズとコンサートサイズと、あとテナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴はまずピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとは、ね、フレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル、コンサートだったら16フレットだったっけ、15フレット、ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいかわかんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだ、これも今一緒に言えばよかったな。はい、これ同じウクレレに見えますけど、ボディの厚さが薄いでしょ。これ、薄レレという G ラボのね、もう本当に力を入れてるやつで、ボディの厚さが薄いから、案外慣れが悪いように思うんですけど、そんなことなくて、めちゃくちゃでっかい音がする、すごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレと薄レレは、ほぼ、オーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとか、フレットの、この数が、ほら、ここ見ても全然違うでしょ。ほら、こっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさが、ソプラノコンサート、テナーから選べて、フレットのサイズがピックアップありです。これ、薄レレも、わがままウクレレも両方選べます。はい、それ、さっきのところで選び方見てください。あとそれとですね、最近ガズレレが使っている、ここにこれちっちゃいソプラノサイズの薄レレがあります。これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよね。今ちょうどテナーとコンサートとソプラノがあるんで、これ3兄弟みたいになって、こんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい、そして、いつも最近ガズが使ってる、もうめちゃくちゃいいウクレレ。これ、ガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ。この木目。ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで人ってるんで、もうおなじみだと思うんですけど、これはもうね、超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そして、このね、ガズモデルも選べるんだ。これ、ボディの厚さとか。盛りだくさん。これ、見て。
すごいですよ、この木目といいですね。はい。ガズレとGラボのチームで今回新しくリリースするウクレレのシリーズです。で、ちょっとこのヘッド部分、ここにですね、今度新たなロゴマークが入ります。ちょっと今までの G とは違う新たなラインです、これ。ちょっと、紹介させていただきます。これはですね、G ラボとガズレレが今回新しく出るシリーズのヴィンテージシリーズという新しいラインナップになります。はい、これ。ヴィンテージシリーズということで第1本目。このシリーズが発売になります。これはもちろん予約受付になるんですけど、これ今映ってるのはね、コンサートサイズなんですけど、これはサイズ選べます。コンサート、ソプラノ2つの種類で、フレットの数もこれはね、結構見て、12、13、14、15、16フレットなんですけど、12フレットか16フレットか選べるとか、ソプラノだと12フレットか15フレットとか選べるというふうに、このポジションマークを見てください。すごいでしょ？凝ってます、すごく。はい。で、ここのポジションマークも赤いドットだったり、はい。こだわりがすごいんですよ。このまず一番見てもらいたいのは、このトップの木なんですけど、これはですね、もう選び抜かれたベトナムでもね、もう本当に、最高の木材を使用しております。はい。で、この横のバインディングもこれ木材になってますね。で、これ見てください。このサウンドホールに丸く巻いてある、これロゼッタというものなんですけど、今回、ここもですね、貝でございます。すごいゴージャスな貝で、やっぱりこの塗装の感じとこの、この貝の感じとかね、すごくこうゴージャスなムード。あとこのポジションマークもね、同じ、貝が使われておったりとかですね。まあ、この辺がですね、やっぱヴィンテージ感とかとろける、サウンドにふさわしいなんか感じかなというふうに思います。ブリッジはあえてね、ヴィンテージシリーズということで、こうシンプルな四角い形のものを取り入れて採用しております。はい。この辺の仕上がりもすごくね、手が込んでいるんで、ほんとですね、見ていただきたいなというふうに思う一本なんですけど、はい。こういう細かいね、仕様なんですけど、今回新たに、この G ラボットガズレレのヴィンテージシリーズの、詳しく、それを書いているホームページを、作っております。そう、ここに、そのページ、詳しい、スペックはここでちょっと確認していただきたいんですけど、ちょっと弾いてみましょうか。この音ですよ。セミオーダーウクレレっていうのがあります。セミオーダーウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて皆さんのお手元に届くやつ。皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそ、ポジションマークの形もいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、もじゃくん一生懸命こう解説してるんで見ていただければと思います。